えっとね、今から一週間ぐらい前なんだけども、住宅貸付金31億円未回収、童話対策で宮崎県内11市長有志っていうね、まあローカルニュースなんだけども、これは宮崎日日新聞ですね、えー。こういう話が出て、まあちょっと話題になったんだけども、まあ31億円、えー、童話の貸し付けを踏み倒してる人がいるっていう話なんですね。 で、これね、全国的なものかっていうとね、そうとも言い切れないところもあるし、あるし、まあそうとも言えるところもあるんだけども、実は宮崎県ってね、結構この踏み倒しの率が高いんですよ。えー、私手元にデータ持ってて、えー、召喚率が67.44%、つまりね、3割以上返してないんです。これまあ普通の銀行の融資だったらこんなんちょっと考えにくいですよね。でね、他にもね、この召喚率のね、 あの、悪い地域があって、新潟県が例えば75.63%。で、あとは、大分県が83.38%ですね。で、全国ワーストどこだと思いますそれがね、茨城県なんですよ。えー 60.96%、つまり4割ぐらいは踏み倒してるっていうことなんです。でね、まあ、童話行政盛んだった地域だと、大阪府なんかはね、実は99.56%、ほとんど返してる、返してるんです。で、神奈川県人権計発センターがある神奈川県は98.16%、まあ、それでも2割、2%ぐらい返してないのかって言われるかもしれないけども、まあ、宮崎県とかね、茨城県とか、 えー、あと、新潟県なんかに比べれば、運営の,の差がわけ、あるわけですよね。まあ、なんでこういう差が生まれるのかっていうと、まあ、召喚率が悪いところには何かあるんでしょうね。何かが。まあ、茨城県はまあ何、何かありましたね。で、新潟県もまあ、このチャンネルでお話ししてる通り何かありましたよね。宮崎県に関してはどうなのかなまあ、何かあるんじゃないですか。大分県も相当低いから、 まあ、ひょっとするとバイオレンスななんかがあるんだと思います。僕もちょっとなんか噂ぐらいしか聞いてないんで、まだちょっと調べてみないとなんとも言い難いんですけども、まあなんかあるんだと思います。じゃあ逆に高いところはっていうと、えー、まあ、例えば大阪なんかはね、逆にいろいろあったから、その回収に一生懸命になったっていうところもあるでしょうね。神奈川県についてもね、いろ,いろね、動画団体、あの、歌詞的にだとね、あったんですよ。あの、事件が。 同和会、全日本同和会に絡んで、まあそれで、あのー、まあ今、今更回収に一生懸命になってるっていうのもあるかもしれないですね。で、まあこれで地、でもね、やっぱ地域によってはこういう踏み倒しを横行するっていうのは、まあ僕の知ってる限りの話をお話しするとですね、 まあ、この貸し付け金が始まったのはだいたい昭和50年前半ぐらいな、なんですけども、まあ、最初の頃っていうのはいい加減だったそうなんですよ。もう担保も保証人もなしに貸し付け,貸し付けてて、まあ、それこそ、あの、踏み倒すのが前提。これは差別に対する代償なんだから、返さなくてもいいみたいなね、そういう考え方がまかり通ってたっていうんですね。ただ、まあ、さすがにね、それも問題になって、まあ、途中から一応担保を取るようになったんだけども、 それででもいろいろろ問題があるんですよねで住宅だけじゃないですね他にもあの商工関係企業なんかに貸し,付け貸し付けてたっていうのもあるしあとはあの生活資金の貸し付けっていうのもあるんですねでこういう住宅関係については一応あの国土交通省が取りまとめしてるから実態がわかるっていうところがあるんですねでただこの生活貸し付け 貸付金とか、なんか証拠関係はね、ちょっと実態が見えにくいっていうところもあって、もしかしたらもっとひどいかもしれないですね。で、その、まあ、差別の代償だからとかね、あるいはその担保も取らないとかね、まあ、そういうこと以外にもう一つ問題があってですね、基本的にね、あの、信用情報に載らないらしいんですよ。 あの、例えば銀行のローンなんか踏み倒したら、もう完全にブラックリストに入って、それこそカードも作れなくなったりとかいうことがあるんだけども、ところがですね、こういう役所の貸し手的っていうのは、そういう信用情報機関で共有されてないそうなんですね。だから言ってみればもう踏み倒しても、へでもないっていうところがあって、えー、僕は聞いてるのは、例えばですね、 あの、大垣市、岐阜県大垣市、大垣市で、えぇ、ー、同和厚生資金っていう、まあ、そういう貸し出的、貸付金があったんだけども、これは実質的にね、ブラック解放同盟が窓口になって、こいつはブラック民ですって言ってね、あの、解放同盟が本をしたらね、えー、市役所が金貸してくれるっていうやつがあるんだけども、これも相当ひどいみたいですよ。 これがですね、だいたいね、7300万円ぐらい全体で、それぐらいあの市が貸し付けてるんですね。112人に貸し付けてるってあるけども、で、これについては、あのー、解放同盟はね、返さなくてもいいっていうふうにね、あのー、言ってたそうなんですよ。 で、その、まあね、役所から、その、納付書が届くんだけども、そんな無視していいぞっていうことで、その無視したね、納付書の束を見せてもらいましたよ。こんな無視していいんだって。まあ、それは信用情報機関にも載らないんだから、こんなもん無視していいっていうことになりますよね。で、証拠関係なんかも、あれはね、一応銀行が窓口になってて、 ね、なんか銀行から貸し付けてたそうなんですよね。そういう童話関係のそういう制度として。で、これもですね、一応銀行が窓口なのに、なぜか、ブラックリストには乗らないっていうんですよ。あの、事例としてはね、あの、僕それ聞いたのは山梨県です。山梨県でもそういう制度はあったんだけども、なんかね、返さなくても、あの、全然ブラックリストに乗らないっていうそうなんですよ。だから結構踏み倒してる人が多いんじゃないかっていうことなんですね。 だから、まあ、この住宅関係はこうやって問題になってるけども、実際はね、あの実態がよくわからない、そういう過失責任が踏み倒しされてるっていうのは、多分全国あっちこっちにあると思いますね。うん、ということで、まあ、その背景については、まあ、こういうことなわけです。まあ、僕は知ってる限りのことをお話しいたしました。